大阪府道34号堺鞘山線は、大阪府堺市から道府大阪鞘山市に至る、主要地方道に指定された府道である。大阪府道34号堺鞘山線起点。大浜北町交差点。石津北交差点泉川岡駅前は、仙北1号線。泉川岡駅前亀の交差点は、仙北中央線の通称名で呼ばれることも多い。由来に関する俗説は、 千北ニュータウンの開発に際して故障され浸透したものとされる。深い中町、晴海台一町の区間は信号のない区間が続くため流れがスムーズであり、境市内と千北ニュータウントリベール泉を結ぶバイパス道路として認知されている。そのため交通量も多く深快高架橋が完成する以前は平日朝の通勤時間帯に 深井駅前を先頭に3キロ程度の渋滞が頻発していた。深井高架橋が完成した2006年以降は、渋滞は減少したものの、深井交差点より、堺市内よりに位置する、北条町交差点、南両町交差点付近で、しばしば渋滞が発生している。平日24時間交通量不動堺井さやま線と、不動富田林泉大津線重複区間交差する。 場所の格好書きは地名等、それ以外は交差点名で表示。ありがとうございます。